デニムに白 T で来られたら、え、手抜いてんのってなります。でもこの感じなんか俺もめっちゃ好き、一番好きかも、うん、したいよな、うん、普通にかっこいい、うん、どうも石正です。今日はもう何回も出演してもらってるんですけど、りんごちゃんに登場してもらいます。どうぞ。はい今日は春に女子受け抜群りんごおすすめメンズスタイルみたいな、はい、ね、確かやってもらったけど、ちょっとやりました、あると思うんですけど、参戦、参戦ね、うん、それの夏バージョン、はい、女子受け抜群サマースタイル参戦、よいしょっていうのでやらせてもらおうかなと思いますが、考えてきてくれたのがこれかな。はい、そうです。ラックに映ってるこれを組み合わせてね、うん、3スタイリング、バラバラやん、全部ちょっとバラバラに置いてもらってるんですけど、この中からそのなんていうんですかね、場所に合わせて、あ、シーン、あ、そう、シーンに合わせてちょっとね組んでいこうかなと思いますじゃあ早速一つ目、着替えさせてもらっていい？どれか教えて。はい、一つ目、はい、バーベキュー。バーベキュー、おー、私なりに着てほしい、メンズに着てほしいスタイルを選んでます。はい、はい、で、一発目がバーベキューね。バーベキュー、はい、どうぞ今ちょっと先急ぎましたよね。うん、先もう急ぎます。よし、はい、これだ。はい、いきます。いらっしゃいませいらっしゃっせはい、ではお着替えしてもらいましたので、1コーデ目バーベキューどうぞ。はい、じゃーん、おー、こんな感じですね。こんな感じですね。え、靴スニーカーでよかった？スニーカーでいいか。あ、全然いいです。バーベキューし、バーベキューし、じゃあ、まあ、そうですね、下から、下から、まあ靴はスニーカー、持ってるスニーカー、そしてパンツが信行松井のスキニーデニムですね。結構細いやつ。はい、細いです。そして上がインクのバンダナシャツ、ちょっとアロハっぽいような感じ、うん、そうですね、柄シャツになるんですけど、はいはいはい、まあなんかね、組み合わせた理由としては、はい、しましては、はい、バーベキューということで動きやすい格好がいいと、うん、まず、だからデニムですね、うん、デニムは履いてもらってます、うん、汚れてもなんかいい、あ、そうです、すすとかついてもあれなんで、はいはいはい、デニム履いてもらってて、うん、まあでも、かつ上結構薄いんですけど、これ本当に着やすくてサラッとしてる感じなんですけど、焼くと思うんで、うん、暑いじゃないですか、うん、だから半袖にしました。汚れてもよくて半袖に、着る人のことも考えてくれた感じだね、結構けど、うん、なんかそのバーベキューやからってもうシンプルなデニムに白 T とかは嫌なんですよ、うん、いや、ね、動きやすいのは分かるんですけど、ちょっとおしゃれしてきてほしいなみたいな、特に自分の好きな人とか、なるほどね、大人数いて、大人数いて、あ、気になるな、あの子気になるってなって見て、うわー、ちょっと服装がなみたいな、シンプルすぎみたいな、もうちょっとおしゃれした方がいいで自分みたいな、私からしてそう思います。なるほどね、はい、だからちょっとしたここですね、オープンカラーですけど、ここ、うん、ネックレスもしてます。これをリングにしなかったのはやっぱ焼くから、はい、なるほどね動かすんで、でもそういうのも考えられへん人はちょっとあかんの。あんたちょっとバーベキューでリングちゃうんちゃうって思う。いや、そこまで思わないですよ。してたら全然いいと思うんですけど、自分やったらこういう格好してるなと思って。あ、なるほどね。リングなくしたら困るから、ネックレスにしときやみたいな感じで言うと思います。あ、なるほど。相手のことをちゃんと考えて。相手のこと考えて。あとはこの組み合わせです。組み合わせ、この結構柄のピンクっぽい柄シャツに、うん、あえて何ですかね、めちゃめちゃインディゴってわけじゃなくて、ブラックデニムでもない、この絶妙な色、ね、水色っぽい感じよね、はい、でもなんかデニムの色落ちたさ、アイスウォッシュとかとはちょっとちゃうよね、もともとこの色って感じかな。あ、そうです、そうです、この色の組み合わせがおしゃれかなと思って、うん、ちょっとパステルな感じと、下もちょっと淡い青、水色の、うん、
の合わせ方がおしゃれかなと思ってそうしてます。あ、これじゃあバーベキューの時ポタコ全員したらいいわけね。とりあえずまああれがありそうですけどね。だからさっきも言ったんですけど、いつもか私リンゴの好みなんですよ、うん、世の中の女子が全員リンゴの好みかって言われたら分かんないんですけど、私は常におしゃれを欠かさないでいてほしい。なるほど、バーベキューの時も。バーベキューの時も。次二コーデ目、海、川。おー、じゃあ教えてよ。はい、待て、はい、こちら2つです。はい、入ってきます。はい、通行で目ですね。海と川のスタイリング、どうぞ。はい、これですね。あ、はい、これはどういう、あ、これはまず足元サンダルなんですけど、まあ、やっぱりすぐに海とか川入るって、まあ、する時ってやっぱサンダルが楽なんじゃないかなっていう理由、これもやっぱ着る人のことを考えちゃいましたね。はいはい、優しいね。 ありがとうございます。はい、そしてやっぱり足元も濡れるっていうことで、うん、ショーツ、はいはいはい、まあ、ちょっとぐらいあの海と川やったら焼けてもいいんじゃないかなって思います、うん、ショーツ履いて。で、上なんですけど開けて、近年の、そうですね、今吉正さんのインナータンクトップ着てもらってるんですけど、まあちょっとなんかこう朝っぽい素材のやつを軽く羽織ってもらうぐらいで、袖もまくって爽やかな印象で着てもらえたらなっていう、はい、でまあ濡れたとしてもその腰に巻いたりとか、あのこうはしゃぐ時にですよ。あ、なるほど。バーンってする時に、バーンってする時が、バーンってする時に脱いで腰巻くからポーンってやってもらうから、川に、はい、川でポーンってやって、もうタンクトップとショーツぐらいがおしゃれちゃいます。あ、逆にね、はい、まあ、川と海やし、はい、これを巻くアイテムでもあるよ、アクセサリー感覚でもあるよ、はい、なるほどね。で、帽子は一応念のため日焼け帽子多分そのうちポーンってするんでしょ。またこれも一応やばパーンって。じゃあもう結局あの海と川はタンクトップにショーツで来いってこと。いや、来る時はさすがに引きます。あ、なるほどね。来る時さすがにタンクトップにショーツはちょっと男性やけど肌出しすぎて引きます。あ、なるほどなるほど。私あんまりその体ムキムキみたいなこう見せられるのが得意じゃないんで、まあ、羽織ってるぐらいがいいですよね。あ、だ、海で遊ぶときはタンクトップにショーツで、でなんかちょっと子供らしい感じがいい。シャツまくったりとか、あ、それか、まくったりとか、急に脱いで腰に巻き出したらちょっとあの昔のイケパラの南波先輩みたいなの、わかります？いや、わからんわ。なんか、え、誰キャラで言うか、俳優はあれですよ、あや、あやかと水島ヒロ。ああ、なるほどね、うん、はい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 、はい、とか生田斗真とか、まあ、ザ・イケメンパラダイスのあれ大好きなんで、あれとかに海行くシーンあるんですよ、はいはいはい、ノースリーブでショーツでバーってシャツ振り回して、なんかこいいなと思います。あ、なるほどね。そのじゃあ男子諸君はイケパラを見直してイメージしたらいいわけや。はい、まああれは王道なんで。なるほどね、理解してもろて。あ、でもなんかこれ確かに参考になるかもな、うんうん、なんか海とか川やったら今の時期でもちょっと行きやすいし、うん、ちょっと ね4人ぐらいやったらなんか、まあ、でもそうですね、それでね、こうシャツにショーツに、うん、やっぱ結構みんな日焼けしたくなくて、あの長袖長ズボンみたいな人多いと思うんですよね今、うん、でちゃんと入る時だけ水着に着替えるみたいな多いかもしれないんですけど、まあ、海はそれでいいんですけど、川とかってわざわざ多分水着持っていかないじゃないですか、うん、あんまり、うん、って時に多分楽に入れるし、足元をこうバシャバシャみたいな、はい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 、やったらこれがいいんじゃないかなと思って。なるほど。しかもおしゃれ。確かにそれ大事やな。あ、そうなんですよ、うん、2スタイリング目はこんな感じでした。はいはい、爽やかでいいな。爽やかでいいんだ。はい、はい、じゃあありがとうございます。はい、リカさん、じゃあ3スタイリング目お願いします。ラストは、はい、夏祭り。おー、王道、まあね、王道王道ね、王道。これはあれちゃんで、みんなじゃなくてデートちゃん。あ、確かにそうですね。まあそのまだお付き合いしない段階でもちょっとおしゃれはしてきてほしいですけど、はい、まあ、大体デートのこと考えてもらって大丈夫です。はい、わかりました。じゃあラストお願いします。はい、
どうぞ。はい。じゃあ3スタイリング目どうぞ。はい。テーマは夏祭りです。おー、なんかわかりますか、言いたいこと。この全体的なテロテロ感、はいはいはい。だいたい夏祭りってまあ花火とか上がってまあ夕方から夜にかけてあると思うんで、うん、でもこれもちょっとあれです、無心されること考えてちょっと長袖長ズボンで、はいはいはい、けど素材で涼しさを出してます。なるほどね。はい、リラックス感あるな。そうですね、なんか大人な感じ。なんかやっぱり、まあ、これデートする時もデートない時もあれですけど、窮屈な家じゃないですか、うん、だって屋台いろいろ回っていろいろ食べてとかするのに窮屈やったら嫌ですし、だからサンダル抜け感、抜け感、このちょっと下駄っぽい感じのサンダルを選んだ方がいいかな。そうですね、せっかくやし。またさっきのエルファブのとは違うんですけど、スポッて履くよりかはこうちょっと線の分かれてるやつですね。はいはいはい、こういう感じでちょっとそのお祭り感じゃないですけど、うん、そのコーデ感出してほしいです、うん、でまあカバンもなんか多分よく男性ってポケットに全部タバコとお財布とライターとみたいな携帯と入りがちやと思うんですけど、まあ、こんな時ぐらいはちょっとなんか持っててほしいですけどね、私的には。あ、なるほどね。何なんでしょう、まあ、なんか撮ることもあるもん。あ、そうなんですよ。スーパーボールスキーとか一緒に楽しんで、じゃあそれをどこにあるかってポケットに突っ込まれてちょっと嫌なんですよね。わかります。いや、なんとなくわかりますよね。俺もバッグ持つタイプやから。あ、本当ですか、よかった。はい、だからカバンを持ってほしいんです私は。しかもな、夏祭りとかやったら、まあ今の時期あれやけど、人多いから、これぐらいのミニマムだな。そうやな。バッグ。そのリュックで来られてもな、困るし。大きすぎなの。花火仕込んでんのかなって。業者やで、裏方の方やもんな。ちょっと待って、って言って、えって言って。まあ、こんぐらいが確かにな。いいな。うん、なんか、ビールちょっと詰めて。あ、いいですね。あ、いい、それなんかちょっと私がいいですか、ちょっと、はい、妄想どうぞどうぞ。ちょっと待ってて、なんか暑いなーみたいな、ちょっと待っててって言って、まああえてお酒も売ってると思うんですけど、あの屋台やったらこうちょっと待っててって言って帰ってきたら、この中からちょっとチューハイとビール渡してもらって花火見るみたいな。お酒やいいやー、また酒の話だね。前回ワインのワインの話、あれからようワインですよねって言われるのに、やめてほしい。黄色い花とベージュのパンツの色味を合わせました。あ、なるほどね。これだからこのパンツね、ネイビーとベージュ2色あるんですよ、うん、けどちょっとネイビーしすぎたら暗いし、あの夜暗かったら見つけれへんことあるんで。あ、なるほど。別にこれが発光するわけじゃないんですけど、いやだからパンツも暗くしたら見つかれへん。もう見つかる。まあなるほどね、隠れます。だから黄色で明るく目立ってほしいと。おしゃれですね、やっぱり、うん、まあいいよな、なんかかっこ、男から見てもこの感じかっこいいよな、うん、なんかちょうどいい。いや、ちょうどいいですよね、うん、でもなんかちょっとこういうガラシャツ着こなせるんやみたいな、好、うん、感度アップですね、さらっとね。なんかやっぱ夏ガラシャツ着て欲しいな、着て欲しい。でも2回目なんですけど、これこそもうデニムに白 T で来られたら、え、手抜いてんのってなります。引く、引きはしないですけど、こっちがガチで行ってて、男の子がめちゃめちゃラフすぎたら、え、今日何みたいな、デート今日、えってデートの時ぐらいはちょっとカッコつけて行ってよ。いや、そうですよ、男らしく着てるって感じ。いつでもね、デートの時以外も着てほしい。ファッション好きな男の子はいつでもおしゃれしてほしいです、うん、確かに私的には。そうやな、でもこの感じなんか俺もめっちゃ好き、うん、一番好きかも。したいよな、うん、普通にかっこいい、うん、ちなみに私も一番好きですこのスタイリング。あ、そうなの。はい、そう、なんかその全一個一個もおしゃれなものやのに、まとまりがすごいまとまりがすごい、めっちゃ褒めてもらってますよ、うん、これめっちゃいい、なんか、うん、あの若い子からあのこれなるほど大人の人まで、うん、いけます、いけます、全員かっこいいと思うこれは、うん、いや、いいですよね、うん、よく思えてきた、もっと、うん、いいよね。いや、これは素晴らしい。やった、嬉しい。男
から見ても素晴らしい、うん、で女受けも抜群ってことで、うん、まあ男ねファッション好きな子は結局この夏祭りこれで行ったら完璧ってことやな、もはやこのセットで、うん、もう完璧です。あと 色が今多分完璧なんだと思います、うん、合わせ方配色ね、配色、はい、素晴らしい、うん、ベージュにベージュ、うん、これは参考にぜひしてみてください。じゃあ、はい、最後下から上、はいはい、で3スタイリング目がこんな感じでした。結局こんな感じです。足元サンダルは忘れないように、はいで、あとバッグは持ってこいと、バッグ持ってきてほしいです。まあ、これがポイントですね。はい、じゃあ着替えてきます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございましたすいませんはい、じゃあ参戦ということでやらせていただきましたが、まとめると、はい、まず何て言うの、バーベキュー、バーベキューと川、川、海、海、海をこうで夏祭り、個人的には夏祭り過去マジで好きやった。あれはしたいね、なんか夏祭りでもなんかすげえいいなと思った。全部バーベキューもデニムで拭けていると。ありがとうございます。さすがです。でもやっぱね、着る人のこと考えてるんで。なるほど、優しい女ですねなんだ。あの、その急に言われたら恥ずかしいんで何もできないんですよ。自分の流れでやらないなっていうことや。自分で言うぐらいのテンションやったらいいんですけど、言われたら、ね、そういうことね、うん、もう持っていかないとってことで自分で乗っ取ろうって感じや。はいはい、じゃあそんな感じでした。でみんなはなんかまたどれが一番好きやったのとかね、確かになんかコメントで3番良かったですとか言ってほしいですけどね。ねえ、ちょっと気になるよな。なんかアンケート取りたいぐらいですもん、うん、あの男の子ほんまにどう思ってるか。あとりんごちゃんの友達の女の子とかガチで女の子を見てこれわかるみたいな。確かにそういうのが一番男子気になるかも、うん、なんかりんごだけじゃなくて女の子が確かに一番最初のスタイリングめっちゃ良かったですみたいな、結構気になるね、うん、気になる気になる。なんか女の子からの意見が多分一番まとえてます、うんうん、いやね、はい、大人数の女の子、はい、1人よりも10人おったら安心するから。そうです。だからぜひ視聴者で女性の方はコメント欲しいですけどね、うん、ぜひコメントしてください。お願いします。お願いします。男子職はそれを参考にしてください。お願いします。お願いします。じゃありんごちゃん今日もありがとうございました。こちらこそありがとうございましたこいつキャスターみたいになりますよねありがとうございましたはい、じゃあ最後のやついいですか。最後のやつ、せーの、チャンネル登録、高評価、概要欄チェックのほどよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました